はい、どうも、世界一ステックな怠け者テッケテッケです。はい、そしてトークンちゃん、昨日分析動画だったり対マン戦動画出してきましたが、今日はデッキ戦ですね。まあ、このキャラクターデッキでどう化けるのかめちゃくちゃ楽しみなとこですが、はい、その前に、はい、久しぶりに一般公開動画の方で副将ちゃん投了した時に昔はよくやってた投了時のムービーですね、はい、の分析やってきますか。さあ、円卓、まあ、中華料理ではなさそうですかね。まあ、椅子の上には麻雀牌らしきものが置いてあって、真ん中にあるのはあれしゃぶしゃぶの鍋かなんかですかね。肉の量がすごいですが、高級料亭のような場所、はい、そこにトークンちゃんですね。はい、おそらく麻雀牌、見たことない記号の牌ですが、まあ、白みたいな感じですかね。ブチ切れてますね。来てほしくなかったんでしょう。そして思いつくトークンちゃん、はい、悪い顔してますね。さあ、なんか部屋暑くないと、はい、暑いわねと言いつつ、右手がおもむろに服の中に入っていくと、はい、そこから牌を取り出して、あ、イカ様ですね。逆に目が行く場所なんだよな、そこ。はい、持ってきたのは、まあ、自分が欲しい牌なんでしょう。はい、リャンピンが欲しかったみたいですね。はい、それを打ち込んで台無しですね。ちょっと巻き戻してみましたが、もうすでに3枚リャンピンありますね。あれ、これ待ち、もう待ちがよくわかんないですけど、チュン短期待ちとかにする予定なんですかね、もしかして。あ、でも関係ないですね、ごっちゃごちゃですから。で、なんか上に肉飛んでんな、全く意味がわかんないですけど。あ、で、ごたごたに紛れてさっきの白が吹き飛んでますね。あれで紛れさす作戦ですね。すごいパワープレイ。武将ですね、これ。弓将の繊細さ全くないですね。で、肉のアップ、どういうこと。肉2個一気に貫きましたね。弓将らしさここで出さなくていいのよ。はい、まあ、その肉をキャッチして勝利の肉団子ですね。欲しいものは全部力ずくで取るというような傲慢さがとても美しいですね。顔。もうイカ様も危ない薬もやってますね。はい、トークンちゃん、月中は性もあるとして登場と。もうこの個性だったら右下の猫ちゃんなくても十分際立ってますけどね。更新情報の時は立ち絵でちょっとよく見るようなイラストかなと思ってましたが、動いてみると割と唯一無二のキャラ付けの副将ちゃんでした。デッキ戦やっていきますか。はい、として今回は声援4の日月2という装備セットで作ってきました。はい、で、ステータスこんな感じですね。はい、細かいステータスがここで、強振ステータス、そして特殊ステータスと。はい、こちらのサーバーは現実的な奥義の解放具合のサーバーなんで、物理回心ダメージなんかも割と現実的な値になってますね。はい、奥義の収集数も42個ということで、まあ、私の配課金サーバーみたいに奥義解放しすぎてて副将ちゃんの個性が薄まってしまってるようなサーバーではないので、物理回心奥義なんかをもっと上げてればこのキャラクタークリティカル出して殴っていけるんで、まあ、その時の威力が本当に半端ないことになりますが、はい、まあ、そこら辺も現実的な、まあ、リアルなトークンちゃんをお届けしていきたいと思います。さあ、ということで今回はデッキ戦ということで、トークンちゃん応援出しの一番前に出してきて、前衛にはクタクやキューちゃんといったバッファーですね、たちがブルーンヒルドを支えていくというような形でやっていきたいと思います。まあ、ちょっとトークンちゃんにつけてもよかったんですが、あんまりバフ重ねすぎちゃうとトークンちゃんの個性が分かりづらくなっちゃうかなってことで、はい、ほどほどにすることにしました。はい、あと純視力がブルーンヒルドの紫式部っていうような感じ。はい、ブルちゃんの戦力が1690万、紫式部が1300万と、はい、ようなデッキ組ですね。合計戦力8000万ぐらいで作ってきました。さあ、ということで、いつもながら SKG メンバーのみんなと切磋していきますか。はい、じゃあ、リンク用意している方から殴っていきましょう。じゃあ、まずはヒルマック予定のラムセさん。はい、視力1800万のアポロですね。いや、ちょっと厳しいキャラクター。はい、アポロは、奮起奪った上で、敏捷勝負で勝って、こちらのセゴバフ剥がしてくるんで、残影とか剥がされちゃうんですよね。あと、テーフが意外とブリュといい勝負しちゃってる。はい、アポロ出てきました。いや、本当に火力ぶっ飛んでますからね、アポロちゃん。はい、でもうまく祝福なんかでしのいで、さあ、小食が強い。はい、そして白拓が箱をアポロにつけてナイスですね。はい、キューちゃんの撃砕もアポロには効かずと。さあ、そしてここでトークン出てきて、アイスキル1、範囲攻撃からの連撃。基本的には体力が低い敵の弱い子を狙っていくんで、アポロは後回しですね。いや、コキビが硬いっすね。はい、耐え切られちゃいました。さあ、さらに小王で固めて、こちらニビアンの暴走はトークンに行きませんでした。はい、で、アポロには結構暴走がついてたりするんで、ちょっとステータスで負けちゃってる可能性ありますね、トークン。剥がされちゃうかどうか。あ、でも箱をついてないんで、アポロのスキルに聖護バフ剥がし機能ないですね、これ。はい、剥がされずに済んで避けますね。はい、ただ1回落とされてメッセ4ターン作られちゃいました。一発かすっただけなんですけどね、本当に火力が恐ろしい副将ですね、アポロちゃん。さあ、そして、スキル2。はい、こう、キビ落として、消食までは持ってきませんでしたね。さあ、そして5ターン目。はい、ブルーンヒードの攻撃なんかはアポロに全く当たらず、はい、アポロの方、暴走剥がれたんで、一応トークンの方がこれステータス上だといいですが、どうか剥がされちゃうのか。
あ、剥がされてなさそうですね。はい、ステータス勝ちできてそうです。こっちは奮起がついてるんで。さあ、そして検定の七星がトークンについて、さあアポロに撃砕もつきましたね。はい、ただすぐ剥がれて、いや避けられちゃいますね。はい、燃焼は攻撃当てないと剥がせないんで、いやきついですね。完全に避け切られました。しかも奮起多分奪われましたね。はい、キューちゃんが狙われた後、トークン箱をついてるんで剥がされてましたが、はい、致命無視のタイミングで箱が剥がれて、生後剥がし効かなくなりましたね。意外とデッキ戦だとなんとかなってますね。なんとかなってますが、まあやっぱりアポロの方がだいぶ硬そうだなっていう印象。まあスキル2でどれだけ挽回できるかですね。さあアポロのスキル1、生後剥がし電撃。いや向こうの方がステータスが高くなっちゃってますね。はい、剥がされて、いや剥がされると弱いんでトークン、いやでもキューちゃんが受けてくれました、奇跡的に。さあ1回落としてまたコピられましたね。この全コピが本当にえぐいですね。ただしっかり生後剥がし連撃決まってましたね。さあキューちゃんがそろそろ限界か。そして剥がされて殴られて、これが一番きつい。はい、残影もなくなって結局は負けという感じで、まあ天敵ですね。はい、ラムセスありがとうございました。はい、じゃあ海王さん行きましょう。はい、エビス1200万の、はい、帰国士3000万いますね。で、リシ1300万がいたり、あと1100万のタケミカちゃんがいますね。さあモルちゃんだったりタケミカちゃんといった必中キャラクターがいるんで怖いとこですが、どうなるか。はい、トークンここで出てきて、はい、2巡目からこれハクタクとキューちゃんのバフもらえそうですね、2人が生きてれば。はい、そしてお相手さんのアーグスに関しては結婚してないアーグスですね、これは。はい、ニービアも出てきて暴走トークンにつけていくと。はい、火力だいぶ乗ってますね。はい、そして陽線に関しては結婚してる陽線ですね、制限状態入ってますね。そして李氏、はい、しっかり封印や燃焼ばらまいてきて、抗議状態のお膳立て OK。 さあトークン硬いですね。はい、しっかり前段を受け切って、さあスキル2。さあ李氏の抗議に阻まれてしまうかめちゃくちゃ心配ですが、はい、まずは陽線から落としてノーマルダメージ、いや全然出ないですね。はい、ただ、まあ、クリティカルは出てたんで範囲攻撃までは持っていくことができました。うん、火力いいですね、やっぱりデッキ戦だと。さあしっかり残影で帰国士の攻撃、めちゃくちゃ格上ですが前段に受けましたね。さあそしてソンピに実装つけてもろて、さあミカちゃんもいるんですね。いやきついな並びが。リシのセゴバフ剥がしも残影とエントンと奮起は剥がせないと。でキューちゃんのコピーがえぐいっすね、これとんでもない威力になってそう。はい、そしてアザエも強烈ですね。ここ挽回できたらすごいですが、さすがに無理でしょうね、これは。はい、キューちゃんが硬いですね、とにかく。いや、やっぱり今、キューちゃんがいると結構受け役になれるんですよね。いや、でも一人でめちゃくちゃ頑張ってますね。あと、帰国士に攻撃ミスりましたね。別に残影がついてるわけでもないのに、なんでだ?さあ、そろそろ限界か、トークン。いや、すごい頑張ってますけどね。うん、まあ、これは強いですね、ここまで頑張ってれば。さあ最後の多分致命無視からミカちゃんでやられると。うん、まあこれはちょっとアタッカーの量の差が出ましたね。はい、じゃあ伊吹さんいきますか。嫁アーグス2000万がいますね。でミカちゃんも2000万、アマテラスが1000万と。はい、見ていきましょう。まあアーグスがまず怖いですね。はい、トークンここで出てきて、はい、ミカちゃん殴ってきますね。いやいいですね、1回落として。はい、ミカちゃん味方にも致命無視使っちゃうんで、2回致命無視使っちゃってますね、ミカちゃん。はい、そしてブリュンヒドの攻撃。いや、アーグスの反射が本当にえぐい。はい、そしてアマテラス。はい、困惑つけて反射あんまりできなくしますが、まあ、こっち反射キャラクターがいないんであんまり困んですね。流血が嫌ですね。はい、キューちゃんが撃砕ばらまいていって、撃砕失敗してますね。さあ、そしてアーグスのスキル2。はい、まあ、ここは遠く避けてきますね。ただ、生後バフ剥がしが決まっちゃって、はい、結構剥がされましたが、まあまあそれでも強いですね。はい、メッセなんかで一応反射ダメージなんか少し対応できますが、アーグスは反射率が高すぎるんで、あんまりアーグス殴りたくないですね、正直。めちゃくちゃ反射ダメージ受けてますもんね。まあ一応スキルには不死状態で殴れるんで、最悪それで戦っていく筋もありますが、まだ早いですね、もっと後半。
クライマックスにやりたいとこですが、ミカちゃんの必中連撃で落とされましたね。いや、やっぱり弓将に強いですね、ミカちゃん。しかもデッキ戦とかだと暴走とかもしっかり今回乗ってて、はい、暴走付きの必中連撃、残影で避けきれず、トークンここでリタイアと。まあ、アウグスの反射ダメージもしっかり効いてましたね。武将軍団に敗北という結果となりました。はい、ちょっとトークン前出しますかね。まあ、せっかく致命虫キャラクターなんで、味方のバフもらえるところもこのキャラクターのいいところなんで、まあ、個性を生かすって意味では、まあ、バフもらった方がいいと思うんで、しかもスキル2のクリティカル出すためには、七星だったり、祝福欲しいんでね。ちょっとトークン前出してみましょう。はい、じゃあこれで桜子さんとやっていきますか。1600万のモモチ、アポロ2000万がいますね。はい、そして1000万のアウグス。はい、さっきはアポロに負けましたが、トークン今度はバフ盛りバージョンどうなるか。まあコピられちゃうんですけどね、バフ持ってもアポロには。そこが本当に怖いとこですが、さあモモチの攻撃避けて、いや白卓がきついっすね、狙われちゃうの。はい、トークン範囲攻撃からの連撃、さっきよりバフが乗ってる分威力がすごいですね。はい、ガンガン落としてきますね、素晴らしい。さあアポロ出てきて、アポロの攻撃は Q ちゃんで受けていくと。いや、さすが強いですね。あの Q ちゃんがあっさりやられるのは本当にアポロ火力お化けですね、このキャラ。はい、ただ今回はトークンにしっかりバフをたくさん持っていってどうなっていくかですね。あ、ただアポロがこっちのブルーンヒルドの生後バフコピーしちゃいました、落ちた瞬間に。まあアポロあれがあるんできついですよね。さあソンピンも出てきて自走をつけて、はい、桃地3番のスキルにはブルちゃんで受けて、さあトークンのスキルにどうか。はい、レオニダスなんかもあっさり倒して9回攻撃、桃地の回避がちょっと邪魔ですね。はい、攻撃避けられまくってしまいました。さあアポロのスキルに、はい、ニビアンあっさり倒し、ソンピンも倒し、トークンは避ける。いや、素晴らしい、いいっすね、弓将らしい戦いになってますね。レベル差も近いんで、でアーグス出てきますか。さあ弓将としてやっぱりこの強力な反射ダメージが嫌なんでね、アーグスも嫌ですね。まあ、紫式部あたりに片付けてほしいですよね、一緒に自滅しながら巻き添えで。はい、そしてアウグスにトークンの生後バフ剥がされてしまいました。一方アポロの方はまだたくさん残ってますね、生後バフ。いや、アポロは本当生後バフの持ちがいいですよね。いや、そこもでかいと思います。はい、そしてモモチに避けられると。はい、アポロの味方への残影パスなんかも効いてそうな気がしますね。ちょっとちゃんと見てませんでしたが、さあただブリュンヒルドが落ちる瞬間にモモチに対して反撃を決めていって、あー、ちょっとアウグス落としてほしい、ナイス。さあ桃地の攻撃は避けて空気状態にして、はい、アポロとの試合ですね。いやー、ほんと余計の試合ですね。はい、しっかり避けて、いや、凄まじい試合。まあでも結局怠慢だと昨日の感じになっちゃいますね。これは桃地がちょっと邪魔ですね。はい、落としました、やっと落とせましたね。アポロの攻撃避けて、いや、いいっすね弓将の試合ですね、めちゃくちゃいい勝負。やばい、こっちが押されてますね。これもしかして時間切れあります？いや、でも向こう箱をつけてきますからね、4ターンの。いつでもこっちが致命的になりますね。あ、1回落とされました。いや、さすがにきついか。うわ、弓将でこんな長期戦初めて見たかもしれないすごい。いや、でも押されてますね。あ、でもアポロも1回ここで音ミスりますね。あと一歩なんですけどね。でも落としたら落としたでこっちのコピーしてきますからね。うわ、当たんない攻撃が。向こうのが命中がパッシブ高いんでよく当たってるイメージですね。一回落としました。はい、落としたんで奮起コピーられちゃいました。でそうなると、はい、剥がし連撃に変わって負けと、はいう感じで、まあ、落としたが最後剥がし機能が加わってトークンの負けとなりました22ターン。桜子さんとのものすごい死闘が弓将同士で、放置症状プレイ歴かなり長いですが、こんなに弓将の長期戦見たの初めてですね。いや、めちゃくちゃ面白い。もう弓将じゃないですね、この耐久。はい、じゃあイザヨイさんいきますか。はい、アマテラス1600万に孫権いますね。 HP2100 万で、ダーグス嫁1600万のブルちゃん2100万と。はい、見ていきましょう。まあ孫権怖いですね。まあ昨日は対マン戦で孫権下してますが、どこまで戦えるか。はい、まずは体力の低い敵を狙っていくと。孫権後回しですね、基本的には。で集中攻撃なんで長老にも引きつけられず、殴っていけるところも魅力的なところ。さあ孫権の HP ダメージはしっかり残影で避けて、いや、いいっすね、残影いいですね。さあビルちゃん狂乱状態なんで必中ですね、これ。はい、孫権殴っちゃうとでも反射ダメージが痛すぎる。さあアウグス、はい、撃砕つけてから生後剥がし電撃ができるアウグスですね。はい、ニビアンがすぐ撃砕剥がして、さあ向こうもブルちゃん2100万、こっちのブルちゃんより格上のブルちゃん出してきました。さあ武将相手にトークンがどのぐらい火力出せるかも見ものですね。
はい、しかも狂乱状態になっちゃってますね。さあ狂乱だと攻撃残影で避けれないんで狂乱解除したいですね。あおっと孫権速攻で倒しましたね。いや素晴らしい。はい、そしてブルちゃんも落として、はい、2回落として、あ狂乱で終わらせちゃいました。はい、そこに祝福が乗ってとかなりピンチですね。めちゃくちゃ怖い状況。あただ祝福は白木が剥がして、さあブルちゃんの狂乱連撃どこまで耐えきれるか。はい、避けれないんで食らいますが硬いっすね。いやめちゃくちゃ硬い。はい、全然問題ありませんでした。さあ紫式部でテーフと、はい、バチバチやり合ってもらって、はい、テーフを無駄打ちさせましたね。ナイス村ちゃん。さあ5ターン目キューちゃんの祝福が残ってたのめちゃくちゃでかいっすね。はい、トークン残影で敵の攻撃を受けることで祝福壊れづらいんですよね。ちょっと、まあ、バリアもありますけど。さあそして祝福抱えた状態でスキル1、いや強い。アーグスが怖いですね。反射ダメージ、あ落とされて、いやすごい反射力。ちょアーグスに落とされちゃいそうですね。あでもアーグスなんとか持って、いやいい火力。ただそこで攻撃が終わり、ブリューちゃんの必中攻撃なんとか耐えましたね。ちょっと怖かったですね今の。さあ間に合うか。1回2回落としてまだ生きてますね。さあそしてまた狂乱、毎回狂乱なのきついですね。あーっとここ落とされちゃいました。はい、狂乱引くと全然避けれないんで、やっぱり弓将らしい弱点しっかり見せちゃってますね。まあでもこれかなり今追い詰めたんで、はい、下手したらキューちゃんが倒すんじゃないかっていう説もありますが、どうか。いや無理ですねさすがに。はい、ブルちゃん2100万に負けました。はい、じゃあモカさんいきましょう。はい、クレパト1300のリシ1500、アーグス2500ですね。はい、アーグス本当に結婚家で強くなりましたが、まあ今日アーグス戦かなり多いんで、割とアーグスが原因でトークン弱っちゃってる可能性ありますね。あの反射量は本当化け物ですよね。はい、意外とそれ以外は割と順調に戦ってる気がするんで悪くないんですけどね。はい、そしてブルちゃんに暴走つけてスキル1。はい、キューちゃんのスキル2で弱い子落としながら撃砕ばらまいていって、まあ、立志がちょっと嫌ですね。いやこういう利子の腐らなさは本当に優秀ですよね。純視力を落ちした時の座りがめちゃくちゃいいんですよね。バッファーのちょうど壁になると。さあそうこうした間にトークになっているブルンヒルドを削られて、まだ向こうアウグスが残ってますからね。主力がまだフレッシュな状態。利子に攻撃受け止められたのがきつかったですね。はい、ただ残影で受けて撃砕つけられちゃうんで、でも3種類以外は剥がされちゃってますね。ここでクレオパトラを落として、さあ利子も落としてほしい。サウちゃんのスキル2、いいですね避け。おー全部避け切りましたね。はい、そしてキューちゃんが全開まで HP 回復、 MP 回復大きいですねキューちゃんの。そしてナイス紫式部、いやあのキャラも腐んないですね。はい、そしてトークンのスキル1、はい、もう全部相当して、あとはアーグスだけ。さあアーグス割と柔らかいキャラクターなんでダメージは出せてるんですが、こっちも反射でめっちゃ食らっちゃってますね。はい、2回落として、まああとブルちゃんで落としていけば勝てるか。自ら行きますね。はい、あと1回落とせば勝ちですが、こっちも不死状態、 HP1 残して、さあブルちゃん殴ってくれ。あとあれですね、紫式部が殴って落としました。トークンのこの1残しめちゃくちゃかっこいいですね。こういうとこ好きです。致命無視使い終わった戦いの後半なんで、敵の弱い子なんかも割といないですね。まあでも敵があまりに強大だった場合にはすぐに致命無視使わされてこの1残しになっちゃうんで、まあ硬い子でよかったですねトークンが。いや素晴らしいアーグス対策。まあ今アポロちゃんとかでもアーグスに勝つの難しいんで、この勝ち方はかなり素晴らしいですね。はい、じゃあマナミさんの工芸デッキいきますか。はい、1800万の工芸に1100万のアポロいますね。アポロの残影もらっちゃいますね工芸が。めちゃくちゃ怖い。さあ見ていきましょう。工芸との対マン戦では死闘の末なんとか勝利しましたが、今回アポロ付きですからね、どうなるか。範囲攻撃からの連撃、はい、もう大体倒しますね。いやすごい力。さあアポロ出てきて、はい、工芸に早速残影渡しましたね。さあただこちらもブルンヒルドで殴っていくと、いや残影で避けられちゃいますね。ブルちゃんが狂乱化してればよかったんですが、いや工芸強い。ブルちゃんを工芸化し、ブルちゃんを狂乱化してほしいですね。まあ、あとトークンアポロ苦手ですが、さすがに戦力1000万のアポロにはステータス勝ちしてくれると思うんで、奮起こびられたとしてもそこは期待したいですが、いや本当に1100万とは思えない戦い方ですね。さあ向こうアポロと工芸2体残し、はい、人数はこっちの方が勝ってますが、さあ工芸が暴れてきますね。ただ狂乱にしてくれました、これはでかい。
はい、キューちゃんの祝福も残ってるのも大きいですね。攻撃避けられて一発当てて、はい、コピーられちゃいましたね。コピーられたんでだいぶステータス上がってますが、そして火力もめちゃくちゃ上がってますが、はい、ブルちゃんのカウンターでアポロは落ちて、さあ、あとは攻撃だけ。まあこれ残影がもうなければいけると思います。はい、こっちはキューちゃんのバフも乗ってますからね。あ、でも避けられるな。あ、残影まだ一旦残ってたんですね。はい、最後のアポロちゃんの託しが残って、あ、ただ紫式部で殴っていってますね。はい、まあこれは次3巡目トークンのスキル1で落とせちゃうかなと思います。はい、まあ攻撃細かく玉壁化できますが、はい、祝福なんか持って火力が上がってると玉壁も、はい、そんなにいっぱい発動できないんで、速攻で落としてトークンの勝利と。いい火力ですね。スキル1が使いやすいですね、めちゃくちゃ。はい、じゃあネギ泥棒さんのマーリンデッキいきますか。はい、2100万のマーリン、1800万の帰国士と。さあ、マーリンに結構強いと呼び声が高いトークンですが、実際の戦い見ていきましょう。はい、まずはマーリンの攻撃、一発食らっちゃいましたね、クリティカルで。はい、避けるんで、ただ風光に強いんですよね。はい、しかもまあ今マーリン対策としてハクタクの影光だとかでマーリンの風光ダメージをさばいたりすることもできるんで、はい、そこも見ものですね。まあ、あとメッセもありますからね、トークンは。はい、風光残り3ターン、まだバリアが残ってますね。はい、そして向こう帽子と弓章、帽子と武将弓章がいろいろ紛れてるんで、バリア2種類でしっかり風魂さばききりましたね。いや、全然問題なく周りにさばきました。1回致命無視までは使わされちゃいましたかね。でもサブルちゃんのスキル、はい、ここで狂乱化入るか。あ、やっと入りましたが、ちょっと遅かったですかね、狂乱入るの。ただ周りの、はい、玉壁壊すぐらいは持ってきましたね。さあ、これはだいぶ優勢ですね。まあ、今割と手がつけられないマーリンですが、ある程度ハクタクだとかのバッファーとかが揃ってきてるようなサーバーだとマーリンも攻略されつつある状況ですね。もうちょっと若いサーバーだとマーリン相変わらず暴れまくってますが、さあ、トクンちゃんのスキル2、敵に向かって9回攻撃。いや、いいっすね、威力が強い、素晴らしい相当力。まあ、あと攻撃回数多いのもいいですよね、トクンは。アーグスの攻撃回数ももっと増やしてほしかった。さあ、もうこれは完全に調整ですね。おっと、紫式部でマリンが落ちました。はい、そしてまああんまり風魂もトークン目線で怖くなかったですね。まあこれはレベル差だったり、まあ、あとハクタクとかがいるかいないかでも変わってきますが、まあ昨日タイマンでも普通にさばいてましたからね、マリンの風魂。歴戦でも同じ結果となりました。はい、そして SKG メンバーのみんなありがとうございました。はい、そしてトークンちゃんいかがだったでしょうか。狂乱化したブルーンヒルドなんかとの戦いもだいぶ苦戦しましたね。あとミカちゃんのスキル2の必中だとか、はい、デッキ戦になるとちゃんと武将のそういった必中系の個性がトークンに刺さるってところは弓将らしくて、まあ、弓将らしい負けっぷりだったなと言えると思います。まあ、これもハイカキンの方行くとトークンも武将みたいになっちゃうんでガチガチになってブリやミカにも負けづらくなっちゃうんでしょうけどね。まあ、リアルな育成隊だとこんな感じで弓将らしい負け方してくれますね。まあ、あとはやっぱりアポロが最高に苦手ですね。今アポロが流行ってる環境下ではトークン敏将負けしやすいんで、トークンの奮起が奪われて敏将負けして剥がされて落ちると、本当に剥がされたらあっという間ですね。敏将負けしないようにハクタクの七星だとかは特につけておきたいなと。ステータスも上がりますからね、七星でクリティカルも上がるんで、スキル2がクリ連撃になりやすくて火力が全然違いますね、やっぱりハクタクと組むと。まあ、少なくともバッファーハクタクつけてあげたいですね、トークン。うん、あとはやっぱりアークスの反射もやっぱり強烈な反射量すぎるんで怖かったですが、まあ、そこはうまくスキル2で不死状態殴りでさばき切った感じでしたね。あと孫権あっけなく倒したのはすごかったですね。はい、ということでまあ強いです、とても強いですが、まあ、アポロちゃんの方が1枚上手かな感が否めないところが本当に残念ですね。まあ、使いようによってアポロより活躍する可能性もありますが、今のところは多くの場面においてアポロの方がいろいろ上なのかなっていう気がしました。はい、そして参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。